来ても解けるんじゃないかなっていう自信が生まれました。四ツ谷学院。ねえねえ、マイナンバーの通知っていつ届くんだっけ？それは10月からだ。住民票の住所に届くから住民票ちゃんと確認しとこ。早っ。お届けします。一人に一つマイナンバーです。